アインシュタインの予言から始まる宇宙の謎解き。標準理論と暗黒物質への挑戦。皆さんこんにちは。今日は科学の歴史に残る大きな謎と、それに挑む現代の科学についてお話しします。アインシュタインが予言した重力による光の曲がり、いわゆる重力レンズ効果が私たちの宇宙観を変えたことをご存知でしょうか？そしてその理論が現代の科学にどう発展したのか。今科学者たちはアインシュタインの功績をさらに発展させ、宇宙を構成する暗黒物質の正体に迫ろうとしています。この暗黒物質と超対称性理論、さらには力の大統一に関する壮大な夢がどのようにつながっているのかを一緒に探っていきましょう。アインシュタインの予言と現代科学の進展。科学の歴史において理論的な予測が実験や観測で確認される瞬間は最も輝かしいものです。その象徴的な例がアインシュタインの一般相対性理論の検証です。アインシュタインはこの理論で重力が時空を歪めることで光の進む道も曲げられると述べました。これは非常に大胆な考え方で、当時の常識を覆すものでした。従来のニュートンの法則では、質量を持たない光はどんなに大きな天体があってもまっすぐ進むとされていたのです。しかしアインシュタインはこの考えに異を唱え、光も重力の影響を受けて曲がると主張しました。この理論の検証は1919年の皆既日食で行われました。太陽の近くを通る星の光が実際に曲げられて見えるかどうかを確認するため、イギリスの天文学者アーサー・エディントンが観測を行いました。その結果、太陽の重力によって星の光がわずかに曲げられ、星が本来の位置からずれて見えることが確認されたのです。この観測結果は当時世界中の科学者や知識人を驚かせ、アインシュタインの理論が正しかったことを証明しました。この現象は現代では重力レンズ効果と呼ばれており、宇宙に存在する重力の強い天体が背景にある、遠い天体からの光を曲げてみせるため、通常は見えないはずの遠方の天体の観測が可能になるという効果を指します。例えば銀河団が背後にある遠方の銀河やクエーサーからの光を曲げることで、巨大な宇宙の望遠鏡として働きます。この技術は現代の天文学において重要な役割を果たし、特に暗黒物質の分布を調べるための弱い重力レンズ効果なども利用されています。素粒子の世界でもこのような理論の予測とその後の実証が数多くの発見をもたらしてきました。理論物理学者が新しい粒子の存在を予測し、やがて観測や実験でその粒子が発見されるということが繰り返されてきたのです。こうした流れは素粒子物理学において未知の粒子や現象を解明するための基盤となっています。例えばイギリスのポール・ディラックは、電子の世界に反粒子という概念が存在するはずだと考え、理論的に導き出しました。これがディラックの海として知られる考え方です。これにより電子に対する反粒子である陽原子の存在が予測され、その後に実際に発見されました。この反粒子の発見は、正と負が対になった粒子の存在を証明し、素粒子物理学において大きな進展をもたらしました。また日本の湯川秀樹は、原子核の内部で陽子や中性子がどのように強く結びついているのかを説明するため、中間子という新しい粒子の存在を提唱しました。この中間子は陽子や中性子の間で働く強い力を媒介するもので、実際に発見されたことで湯川の理論は正しかったと証明されました。さらにアメリカのマレー・ゲルマンは、陽子や中性子といった基本的な粒子が実はクォークと呼ばれる、さらに小さな粒子から構成されているというクォークモデルを提案しました。このクォークは単体では観測されず、常に複数のクォークが結びついて陽子や中性子などを形成するという特性を持っています。
この理論が発表されると、実験物理学者たちは、クォークの存在を証明するために、多くの実験を行い、間接的な証拠を発見しました。この発見によって、素粒子物理学に新たな視点が加わり、陽子や中性子の構造が、より詳細に解明されることとなりました。このように、ディラックの反粒子の理論、湯川の中間子の予測、ゲルマンのクォークモデルといった理論は、いずれも素粒子物理学の基礎を築き、現在の標準理論の枠組みを形成する上で、重要な役割を果たしました。現代の素粒子物理学においても、理論家が予測した新しい粒子や現象が実験で発見されるたびに、新たな知見が加わり、より深い理解が得られています。科学の発展は理論と実証が繰り返されることで常に進化を続けているのです。素粒子理論の主要な予言。素粒子理論の進展は多くの理論的予言とその後の実験的証明を通じて行われてきました。以下は理論と実験がどのように結びつき、科学の理解が深まっていったかを解説します。まず、1928年に、イギリスのポール・ディラックが、ディラックの海の概念を提唱し、電子に対する反粒子である、陽原子の存在を予測しました。この陽原子は、1932年に、アメリカのカール・アンダーソンによって発見され、ディラックの理論が正しかったことを証明しました。この発見は、反物質の存在を示す、初めての例であり、素粒子物理学の基礎を築きました。1930年には、スイスのヴォルフガング・パウリが、ニュートリノという新しい粒子を予言しました。当初、ニュートリノは理論的な存在でしたが、1950年代に、米国で原子炉を使った実験で観測され、ニュートリノの存在が確認されました。この観測は、宇宙の基本構成要素に関する理解を一段と深めました。また、1935年には、日本の湯川秀樹が、中間子の存在を予測し、強い相互作用を媒介する粒子としての役割を示しました。1947年に、イギリスのセシル・パウエルが、実際に中間子を観測し、湯川の理論が実証されました。湯川の業績は、日本人初のノーベル物理学賞受賞につながりました。1947年、日本の友永慎一郎が、量子電磁力学 QED における問題を理論的に解決し、後にその実測値が一致することが確認されました。これは、電子の異常磁気モーメントを説明するものであり、量子力学の精密な理解に寄与しました。1960年代には、日本の南部陽一郎が、自発的対称性の破れの理論を提唱し、素粒子が質量を持つ仕組みを説明しました。この理論は、後にヒッグス・バノ理論につながり、素粒子が質量を得るメカニズムを解明する鍵となりました。南部の研究は、後の理論物理学の発展に大きな影響を与え、ノーベル賞受賞につながっています。1970年代には、クォークの実在が確認されました。米国のシェルドン・グラショーや、イタリアのルチアーノ・マイアーニが、クォークを予測し、さらに実験的に存在が確認されることで、クォークが素粒子の基本構成要素であることが証明されました。この発見により、陽子や中性子が、クォークから構成されていることが明らかになりました。1980年代には、電弱統一理論の一環として、W 粒子と Z 粒子の存在が予言されました。この予言は、セルンでの実験によって確認され、電磁気力と弱い相互作用が、同じ理論で説明できることが示されました。この統一理論は、標準理論の基盤として、現在でも重要な役割を果たしています。最後に、1990年代に入り、クォークの存在が自然界に少なくとも6種類あることが確認されました。特に1994年にはトップクォークが発見され、クォークの全種類が揃いました。これにより標準理論の枠組みが一層確固たるものとなり、素粒子物理学のさらなる発展を支える礎が築かれました。現在でも陽子の崩壊が観測されていないため、さらなる検証が進められていますが、
ここに示される理論と実験の成果は、科学が進化してきた過程と、その確固たる成果を物語っています。科学の発展は、理論と観測の相互作用によって実現されており、これからも新たな発見が予想されています。素粒子物理学のバイブル。標準理論は素粒子物理学におけるバイブルとされ、いくつかの限界はあるものの、現代の物理学で最も成功した理論と広く認識されています。研究者たちがこの理論に信頼を寄せる理由の一つは、加速器実験で観測される素粒子の反応を極めて高精度に予測できる点にあります。例えば、標準理論を構成する電弱理論は、電子と陽原子が衝突して消滅し、新たにミュー粒子とその反粒子である反ミュー粒子が生成される確率を計算する際に活用されます。この過程では、量子力学の不確定性原理によって、電子と陽原子が衝突して消える瞬間に非常に重い単寿命の粒子が一瞬だけ現れ、その後にミュー粒子と反ミュー粒子が生まれます。電弱理論を使えば、このような重い粒子が出現することで、確率がどのように変化するかを精密に計算することが可能です。標準理論は、こうした精密な計算を可能にすることで、素粒子反応の詳細な予測を支え、実験と理論が一致することで、素粒子の性質や相互作用を解明してきました。その結果として、素粒子物理の分野から多くのノーベル賞受賞者が輩出され、標準理論に基づく研究が数々の重要な発見をもたらしてきました。しかしながら、標準理論にはいくつかの限界もあります。現在、この理論では重力を含む統一的な説明ができないことや、暗黒物質や暗黒エネルギーといった宇宙の謎に対応できないという課題が浮かび上がっています。さらに、ミュー粒子の異常磁気モーメントの実験結果が、標準理論の予測と合わない可能性が指摘されており、このことは、標準理論の枠を超えた、新たな理論の必要性を示唆しています。それにもかかわらず、標準理論は、現代物理学において、素粒子の基本的な性質と、その相互作用を理解するための、最も信頼できる基盤であり続けています。神の粒子が解き明かす宇宙の秘密。標準理論には、私たちが住む世界を構成するクォークや電子は宇宙が誕生した直後には質量を持っていなかったと示されています。これは光を伝える光子が質量を持たないことが広く知られているように、クォークや電子、さらに弱い力を伝える W 粒子や Z 粒子もまた宇宙の初期には質量ゼロで空間を飛び回っていたということです。しかし、その後に宇宙では劇的な変化が起こりました。ヒッグス粒子という特殊な粒子が登場し、空間全体を埋め尽くすようになったのです。このヒッグス粒子の登場により、クォークや電子、W 粒子などの粒子は自由に動き回ることができなくなりました。例えば、サッカーボールが水のないプールで自由に動いていたと考えてみてください。急にプールが水で満たされると、サッカーボールは水の抵抗で動きが鈍くなります。ヒッグス粒子によって満たされた宇宙でも質量ゼロで動いていたクォークや電子などの粒子がヒッグス粒子の抵抗を受け重たい質量を持つようになりました。物理学でいう慣性質量とはこのような動きにくさを指すのです。こうしてかつては質量ゼロだったクォークや電子はヒッグス機構により質量を得ることになりました。このヒッグス粒子の理論は1964年に複数の研究者によって発表されましたが、当時は実際に確認する方法がなく、長い間理論上の存在とされていました。ヨーロッパの大型電子、陽電子衝突型加速器、REP やアメリカのフェルミ国立加速器研究所のテバトロンで探索が行われましたが、ヒッグス粒子を確認するには至りませんでした。その後、エネルギーを大幅に引き上げた次世代加速器である大型ハドロン衝突型加速器 LHC が稼働し、2012年にヒッグス粒子の存在がついに観測され、標準理論が予測するヒッグス機構が正しいことが証明されました。ヒッグス粒子は理論上宇宙全体に存在し、私たちの周囲にも広がっています。
しかしヒッグス粒子は特殊な性質を持つため肉眼で直接見ることはできません。こうしたことから神の粒子とも呼ばれています。標準理論はこのヒッグス機構によって粒子の質量を説明することに成功しましたが、未だ暗黒物質や重力の説明は含まれていません。そのため標準理論を超える新たな理論の探求が続けられており、物理学のさらなる進展が期待されています。ヒッグス粒子と標準理論の挑戦。素粒子物理学は免疫学と並んで自然科学の中で特に難解な分野とされ、特にヒッグス粒子はその中でも理解が難しい粒子の一つです。ヒッグス粒子の役割を分かりやすく説明するため、多くの物理学者が比喩的な表現を用いてきました。その一例がヒッグス粒子の海です。このヒッグス粒子の海では、宇宙空間がヒッグス粒子で満たされている様子を海に見立てています。光を運ぶ光子のように質量を持たない粒子はヒッグス粒子と干渉することがないため、この海の抵抗を受けません。したがって光子は空を飛ぶ飛行機のように自由に空間を動き回ることができます。一方、クォークや電子などの質量を持つ粒子は、海を進む船のようにヒッグス粒子からの抵抗を受けて動きが制限されます。この抵抗の結果として質量が生じていると考えられています。ヒッグス粒子の働きはヒッグス場として説明されることも多く、この場合ヒッグス場とは宇宙のどこにでも存在するエネルギーの場であり、ヒッグス粒子が場の一部として振る舞うことで質量を生み出す仕組みが成り立っています。電磁場と同様、ヒッグス場も特定のエネルギーが空間に広がっている状態と考えられ、ヒッグス粒子はこの場のエネルギーが集中して粒子として観測されるものだとされています。またパーティー会場の例えもヒッグス粒子の役割を理解するのに役立ちます。ここではヒッグス粒子で満たされた宇宙空間をパーティー会場に見立て、クォークや電子がその場に登場すると周囲のヒッグス粒子が集まって動きが制約されるという説明がされています。これは例えば有名人がパーティーに現れると、その周囲に多くの人が集まり身動きが取りにくくなる様子に似ています。このように粒子がヒッグス粒子からの抵抗を受けることで動きにくくなり、結果として質量を持つようになるのです。またヒッグス粒子との結びつきの強さによって質量の大きさも変わります。つまり結びつきが強いほど粒子はより多くの質量を持つことになります。さらに海水浴場でのアイスクリーム売りに例える説明もあります。アイスクリーム売りは最初砂浜をスムーズに進むことができますが、アイスクリームに人々が集まることで動きが制限されてしまいます。同様にクォークや電子も周囲にヒッグス粒子が集まることで動きが鈍くなり、結果として質量を持つようになります。一方、文楽人形の黒子に例えた説明もあります。文楽の人形が黒い衣装を着た人形使いによって操作されるように、ヒッグス粒子は宇宙空間のあらゆる場所に姿を潜めてクォークや電子の動きを制御しています。これにより質量を持つ粒子が自由に動けなくなることで質量が生じるのです。ヒッグス粒子の概念は1964年に提唱されましたが、当初は理論上の存在として議論されるにとどまっていました。その後、ヨーロッパのレッブ大型電子陽原子衝突型加速器や、アメリカのフェルミ国立加速器研究所のテバトロンでの実験が行われたものの、発見には至りませんでした。次世代の加速器である LHC 大型ハドロン衝突型加速器が開発され、2012年にヒッグス粒子の存在がついに確認されました。これにより標準理論が予測するヒッグス機構の実在が証明され、クォークや電子が質量を持つ仕組みが実証されたのです。ヒッグス粒子は現在でも神の粒子として知られています。これは理論が正しければヒッグス粒子は宇宙全体に広がり、私たちの周囲にも存在しているはずですが、通常の観測方法で見ることができないためです。しかし標準理論はヒッグス粒子の存在を実証したものの、暗黒物質や重力については説明できていません。
そのため、標準理論を超える新しい理論が模索され、物理学は今もさらなる発展を続けています。宇宙に起きた相変化。相変化を使ったヒッグス粒子の説明もあります。相変化とは、水が熱せられて蒸発して水蒸気になったり、冷やされて氷になるなど、物質が温度変化に伴って異なる状態に変わる現象です。初期の宇宙にもこのような相変化に似た現象が起こったと考えられています。宇宙誕生直後は想像を絶する高温状態でしたが、その後の急速な膨張により温度が劇的に低下しました。この過程で何もない真空だった宇宙空間にヒッグス場が現れ、ヒッグス粒子で満たされたのです。もしも真空を気体に例えるならば、ヒッグス場は粒子の運動を妨げる液体と見立てられるでしょう。もう一つの説明として、ヒッグス粒子が弱化を持つことに着目する方法があります。弱化とは、電荷が電磁気力に対する感じやすさを表すのと同様に、弱い力に対する感じやすさを表す性質です。以前説明した通り、ヒッグス粒子は弱化を持つため、弱い力と関わりがあります。例えば、クォークや電子が自由に飛び回っていた初期の宇宙にヒッグス粒子が現れたとしましょう。ヒッグス粒子もクォークや電子も弱化を持っているため、互いに弱化を通じて影響し合います。この影響により、クォークや電子の動きは抑制され、動きにくくなることで質量が生じます。つまり、自由に動けていた粒子がヒッグス粒子との相互作用で動きが制限され、質量を持つ粒子へと変化していくのです。 W 粒子や Z 粒子が大きな質量を持つ理由もこの弱化にあります。これらの粒子は弱化を持つためヒッグス粒子との結びつきが強く、そのため動きが著しく制限されて巨大な質量を得ることになります。多くの粒子は弱化を持っているため、ヒッグス粒子の影響を受け、結果的に質量を持ちますが、光子やグルオンは例外です。光子は電磁気力を、グルオンは強い力を伝える粒子であり、どちらも弱化を持っていません。そのため、これらの粒子はヒッグス粒子の影響を受けず、質量がなく、高速で宇宙空間を進み続けられるのです。電磁場とは、姿がかけ離れたヒッグス場。ヒッグス場と呼ばれる特殊な場は、通常の電磁場とは異なる独特な性質を持っています。一般的な電磁場では、エネルギーが最も低い状態の時、場の強さもゼロになります。これは、例えば、ボールが谷底に落ち着いているようなもので、何も影響を与えない安定した状態です。このため、エネルギーが最も低い状態にあるとき、電磁場には何も作用が発生しないのが通常です。しかし、ヒッグス場は異なります。ヒッグス場では、エネルギーが最も低い状態でも、場の強さがゼロにはなりません。これを視覚的にイメージするために、メキシカンハットやワインボトルの形状に例えることができます。ヒッグス場のエネルギーの最低状態は、谷のように低くなっている場所が周囲に広がり、中央部分が少し盛り上がった形になっています。これにより、場がエネルギーの低い状態で安定していても、場の強さがゼロにならず、一定の強さを持ち続けることができるのです。この独特な性質によって、ヒッグス場には特定のエネルギーが常に存在し、そこにヒッグス粒子が現れます。このヒッグス粒子は宇宙空間全体に広がり、クォークや電子などの他の粒子に影響を与えています。クォークや電子がヒッグス粒子と相互作用すると、その動きが制限され、これが質量の原因になります。言い換えれば、ヒッグス粒子との相互作用があることで、これらの粒子は動きにくくなり、質量を持つことになります。このように通常の電磁場とは異なる性質を持つヒッグス場の存在によって、宇宙における様々な粒子が質量を持つようになるのです。ヒッグス場が常に非ゼロの強さを持ち続けることで、宇宙全体に質量が生まれる仕組みが形成されていると言えます。力の統一と超対称性粒子。
LHC 大型ハドロン衝突型加速器には、ヒッグス粒子の発見に続くもう一つの重要な目標があります。それは超対称性粒子を見つけることです。超対称性粒子は、物質を構成する粒子と力を伝える粒子の間に存在する対称性に基づき、その存在が予言された粒子です。当初は、自然的な仮説とみなされることもありましたが、現在では、超対称性粒子が存在すれば、物理学に大きな成果をもたらす可能性があると期待されています。超対称性粒子が発見されると、物理学者が長年追い求めてきた力の統一に大きな進展がもたらされるかもしれません。19世紀、かつては別々の力とされていた電気と磁気がマクスウェルによって電磁気力として統一されました。これをきっかけに自然界の複数の力を一つの理論で統一しようとする夢が広がりました。特にアインシュタインは重力場による時空の歪みを解析した一般相対性理論を完成させた後、電磁気力と重力の統一を目指して研究を続けましたが、彼の生涯ではその夢は実現しませんでした。その結果、現在の物理学には電磁気力、弱い力、強い力、重力という4つの基本的な力が存在しています。しかし20世紀中盤には予想外の進展がありました。1967年、異なる力とされていた電磁気力と弱い力が統一可能であることが示されたのです。この業績を成し遂げたのはスティーブン・ワインバーグ、シェルドン・グラショー、アブドゥス・サラムの3人で、彼らはこれらの力を電弱力として統一しました。この統一の仕組みを説明する理論は電弱理論と呼ばれ、標準理論の基礎をなすものとなっています。このように力の統一が進んだことで、物理学者たちはさらに意欲を燃やし、電弱力に加えて強い力も統一しようとする大統一理論に挑戦しています。大統一理論の実現に向けて、LHC での実験は重要な役割を担っており、超対称性粒子の発見は大統一への重要な一歩となると期待されています。しかし LHC ではまだ超対称性粒子は見つかっていません。これにより超対称性があるとしても従来の理論とは異なる高エネルギーの領域で存在する可能性が示唆されています。また大統一理論の証拠を見つけるにはさらなる高エネルギーの加速器や新しい実験方法が必要かもしれません。 LHC の成果は理論の再検討を促しており、今後も超対称性粒子や大統一理論に関する研究が進むことで、宇宙の根本的な法則が解明されることが期待されています。大統一理論への挑戦。超対称性粒子と暗黒物質。大統一理論の実現は、素粒子物理学において長年の目標ですが、その達成には大きな課題が残されています。現在、自然界に存在する基本的な力には、電磁気力、強い力、弱い力、重力があり、それぞれ異なる役割を持っています。19世紀には、別々と考えられていた電気と磁気が電磁気力として統一されました。また、1960年代には、弱い力と電磁気力が電弱力として、一つの力にまとめられることが分かりました。これによって宇宙に存在する力を統一する夢がさらに膨らんだのです。しかし標準理論に基づくと電磁気力、強い力、弱い力を完全に統一するのは難しいことが分かっています。エネルギーが増してもこれらの力が一点に集まることはなく統一には至りません。ここで新たに期待されているのが超対称性理論です。この理論では既存の粒子に対応する超対称性粒子の存在を仮定し、それによって3つの力が高エネルギー領域で一点に収束する可能性が示されています。言い換えれば、超対称性理論が実証されれば、自然界の基本的な力を一つの理論で説明できる大統一理論の実現が近づくかもしれないのです。このため、超対称性粒子の発見は、物理学にとって非常に大きな意義があるとされ、LHC 大型ハドロン衝突型加速器での発見が強く期待されています。
超対称性粒子にはもう一つの重要な期待が寄せられています。それは暗黒物質の正体である可能性があることです。暗黒物質は私たちが普段目にする物質とは異なり、光を発しないため望遠鏡や肉眼では直接見ることができません。しかし暗黒物質の存在は宇宙の重力分布や銀河の運動を観測することで確認されており、宇宙全体に広がる見えない物質として大きな存在感を示しています。現在の宇宙論モデルによれば、宇宙全体の構成比率のうち通常の物質はわずか 5% で、暗黒物質は約 27% を占めるとされています。残りの約 68% は暗黒エネルギーと呼ばれる謎のエネルギーです。この事実は私たちが目にしている物質が宇宙全体の一部に過ぎないことを示し、暗黒物質こそが宇宙の主要な構成要素であると考えられています。暗黒物質の候補の一つとされているのがニュートラリーノと呼ばれる超対称性粒子です。超対称性粒子は通常の粒子よりも非常に重いと予測されており、質量が大きいほど寿命が短く、すぐに崩壊してしまう性質があります。その結果、超対称性粒子の中で最も軽いとされるニュートラリーノが最終的に残り、暗黒物質の候補とされているのです。ニュートラリーノは他の物質とほとんど相互作用しないため、通常の手段では観測が困難です。しかしこの粒子が暗黒物質の正体であれば、 LHC での実験を通じてその間接的な証拠をつかむことができるかもしれません。暗黒物質のもう一つの有力候補がアクシオンと呼ばれる粒子です。アクシオンは超対称性粒子ではなく、標準理論に基づいて予測される電気的に中性の粒子です。通常の物質とは非常に弱くしか相互作用しないため、観測が非常に難しいとされています。しかしアクシオンには強い磁場の中で光に変わるという特性があるため、この性質を利用して検出する試みが行われています。粒子加速器を使わなくても磁場の中での変換を利用して観測できる可能性があると考えられ、様々な実験が行われていますが、現在のところまだ直接検出には至っていません。ニュートラリーノとアクシオンはどちらも暗黒物質の有力な候補であり、宇宙の成り立ちや構成を解明するために非常に重要な存在です。もしこれらの粒子が発見されれば、標準理論に欠けている最後のピースが埋まり、素粒子物理学や宇宙論において大きな進展が期待されています。今日の動画ではアインシュタインの予言が現代の科学にどう生きているのかを見てきました。標準理論という素粒子物理学のバイブルは宇宙の謎を解明するための確かな基盤ですが、それでもまだ解き明かされていない問いが残っています。 LHC による超対称性粒子の探索、そして暗黒物質の正体を突き止める試みが続けられているのです。これからもこのチャンネルで最新の科学の進展をお届けしていきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。